ということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は塩見プロ、はい、お塩ちゃんと花パッチョのラウンドに密着しに来ました、はい、2人のラウンドにちょっとついていきたいと思います。はい、それではチェケラいやでもぴったりだよ距離。オッケーオッケー。あ結構いいとこ。ナイス。ナイスバーディー。ナイスバーディー。いやバーディーって簡単ですね。えバーディーすごくない？三個目じゃん。ナイス。オッケー出ました。左の出てるからスライスですか。完璧じゃん。完璧。ありがとうございます。すごいね。すごい。ああ、我慢。抜けた。フェアウェイ。いいとこ。ここで7月にゴルフパートナープロアマトーナメントが行われるらしいです。もちろん塩見プロも、はい、出ます。はい、トリデ国際は、はい、相性がいい。めちゃくちゃ相性が良くて、うんうんうん、なんかいつ来てもバーディーいっぱい取れるみたいなコースなんですよ。僕個人的には。でも意外となんか、まあ、戦略性があって、ね、こことかもすごいもんね。うねうね難しいっちゃ難しいんですけど、うんうん、皆さん塩見プロのこの相性がいいと言われるコースで何個当日バーディーが取れるのか皆さん見に来てください。うまい。うまいよ。いいよ。おお。あ、大きい。大きいね。止まらないですね。でかいでかいでかい。今でかかったもんな。え、自分のイメージより上がっちゃったの？あ、上がっちゃいました。あ、ドミホールになった。あ、やばい。チッチリーン。テッテッテー。まさかの。
素敵、触れてる、気持ちいいね。今度は奥に行かないのか、サナパ。さあ、左にはバンカーが待ち構えています。ちょっと上げて。ダフったね。ダフった、いけいけ。あ、いっぱい行った。でも初めての手前からするけど、普通にこんなだったら全然しない。しないんだ、アプローチエッジでもフライヤーってします？するっていうか、まあそのスピンが全く効かなくなる。あー、パーッて、パーッて、弱くない？あれ、怖い。刻んだべ。よかった。開けました。どうする、キューバフォーム。キューバフォームどうしますか。プッシュ。はい、9番ホールに来ました。来ました。ちょっとハンデ上げすぎちゃったのかな。いや、間違いないですね。やっぱりあのパワープレイぐらいで回ってるんで。あ、そうなんだ。はい。ちょっときつかったかなって。ちょっとやりすぎたかなっていう。やりすぎちゃいましたね。はい、最初の感じずっと来られちゃったかなと思っちゃって。はいはい、最後の方はちょっとあの肩ね蹴られまくって、なんか入ってるしね。ありがとうございます。人生の自慢になります。塩見さんにとった。負けました。で、はい、今回このテーラーメイドの R7。はい、R7 クワット。クワット。ヒットした R シリーズ。うん、で今はもうシムそうになったんですけど、まあ、ヘッドを見た感じ、まあ、明らかにこっちの方がちっちゃい。めっちゃちっちゃいね、はい、比べると。ちっちゃいんで、まあ飛ばないであろう。うん、高反発。でも高反発です。うん、高反発なんですか。そう、まだ高反発、うん、どうなんでしょうねっていうことで、どっちが飛ぶのかっていうことですよね。ちょっとシャフトはなんか合ってないかもしれないんですが、はい、S だと思う。でも長さはほぼ一緒、うん、これでちょっと試しに打ってみてもらって、ちょっと打ってみますか。はい、わー、ちっちゃい。おぉ、すごいいいじゃない。え、どうですか R シリーズ。めっちゃ飛んでますよ、ね、飛んでると思う。飛んでそうで、これ打った方がいいね。
こっちの方が目で折りやすいです。こっちの方が伸びてる。こっちの方がでも飛びますね。全然飛んでるよね。多分、うん、違う？ちょっと行ってみたらあれだけど。落ちるときに。行きます。なんか吹けてきました。高反発の方はなんかすぐ落下してきたよ。あ、やっぱり結論進化してる。はい。よかったよ、進化してて。やっぱり。進化してます。よかった、進化してて。なんかさ、最初のも結構いい感じだったから。これで打った時、めちゃくちゃいい当たりしたんですよ、うんうん、こっちの方が飛ぶのかなって一瞬思ったんですけど、うんうん、こっちちょっと擦ったんですよ、うんうん、こっちの方が全然飛んでる、うん、やっぱやっぱり進化ね。高反発、低反発とかいうよりも全体的に良くなってるね。はい、全体的にやっぱりクラブは進化してますね。シムシリーズ、うん、ぜひ。いつもそうです。重いっすね。おお、上がるね。いや、こっちの方がでも、まあみんなでこれを打ってみたんですけど、はい、どれがどのぐらいどうなのかね。 R7 とシムマックスをどっちがどのぐらい飛距離出てるのかちょっと行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。テク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 、はい、これが R7。 はい、 R7、 うん、 R7 の一発目がこれで、シムマックスが、シムマックスのちょっと擦ったやつがあれです、うん、だからちょっと擦っても飛んでるってことは、うん、多分相当やっぱ全然違うね、距離にしたら。15年でやっぱり、うん、だいぶ伸びてますね、うんうんうん、20、うん、20とか25とかは多分伸びてるんで、うんうんうん、まあ、ゴルフ界自体も、まあ、プロゴルフ界自体も全体的に平均飛距離が伸びてると思うんで、うん、今の技術で高反発を作ったら高反発の方が飛ぶと思いますけど、うんうん、それに劣らないように技術は進化してると、はい、そうですね、技術じゃないか、作る 各メーカーさんがすごい努力して作り出してくれてるものなんで、やっぱり新しいものの方がいいっていうのが、そうだね、はい、うん、判明しました。どんどん変えてった方がいいね、はい、どんどんやっぱもうそうですね、まあ、2,3 年とかだったら全然いいと思います。10年とかだったらかなり損しちゃってるかもね。10年ぐらい立ってると少しクラブで損してる部分は結構大きいかなと、うん、振りやすくなってる、振りにくいとか振りやすいとかもあるし、はい、うん、15年ぐらい古いクラブ使ってる方がいたら、はい、変えてみたりしてもいいんじゃないでしょうか、はい、という検証でした。はい、ぜひ変えてみてください。チームお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。開幕したらですね、はい、皆様もぜひ、お塩ちゃん、はい、リミ、まあ、みんなをリミ、ぜひ足を運んでみてください。ぜひよろしくお願いします。まあ、男子ツアーはやっぱりまだみんなに知られてない若手もたくさんいますんで、どんな人がいるのかなっていうふうに探すのもいいですし、まあ、僕を応援してくれるのもいいですし、とにかくやっぱり試合会場に足を運んでいただきたいなっていうふうに思ってます。ぜひよろしくお願いします。行きましょうか、はい、この動画が良かったなと思ってくれた方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではチェケラー。